おい、待て。なんだこの、秘境。秘境東サイド。左上、ジジイ。東サイド、秘境。行くしかねえ。レディゴー。待って、でも、なんじゃもはね、俺、早いなぁ。なんじゃもはまだ早い。ちょっと楽しみ取っときたさはあるんだよなぁ。つかねえ、やっぱ気づいたんだ。ポケモンは、キャラクリだって。待って、なん、おい!ボイ!なんじゃもはさ、ロングヘアやるぐらいになってから出会うぞ。ここ3つ荒らして、なんじゃも、あえて戻ってきて左行くまで、これまであるな、このルートまで。一旦右行って、こんなに近くにいるのになんじゃもに触れられない。戻って左に。なんじゃも金についての動画、高須幹也先生がつい最近上げてた気がするから、俺なんじゃもは、あえて、禁じて、行くわ。どうしよう、次。待って、なんじゃも行く?でも、なんじゃもに会うんだったらもうちょい可愛く。いや、待って、なんじゃもに会うために一回おめかしして、なんじゃもと会い終わったら、元の、待って、このさ、アシメ、およびマッシュルームを俺の基本的な髪型として、いや、正直さ、いじられてもダリーからよ。そういうもんじゃねえじゃん、女装って。女装して、なんじゃもと会って、で、戦いの前に、容姿戻して、で、何食わぬ顔して、俺、強くなってきたからよ、みたいな。よくない?それ。秘密の時間みたいな。いや、俺はやっぱね、一発のこだわりがあるから、隠すの。いや、でも、いや、お前らの言いたいこともわかるよ。堂々としろみたいな。言いたいことはわかるけど、じゃあそれで世の中生きてるんですかっていう。メイク行って、いじって可愛くなったって言われたら嬉しくない?絶対に言われないから。言ってくれるなら女装してもいい。今回はちょっと話進めたさもあって、探索よりかは話進めて行った先でレベル高いポケモン捕まえて対戦もしようかなみたいな。ちょっと一旦美容室行くか。まず美容室行かないとな。いいね。三つ編み、クザの三つ編みを見てたら別にそんなになんかめちゃくちゃに違和感があるというわけでもない気もしてきたな。まあクザはもともと自分の衣装に三つ編みがあるっていうリンクも相まってそんなになんか女としか通らないっていう感じじゃないから、ツインテールとかもうツインテールぐらいまで行くともうむしろかっこいいまであるよな。腹決まってて堂々とこの顔でツインテールしてたらむしろかっこいいよな。てかツインテールが様になる面と技術を持ってる時点でもうもはや一周回ってイケメンだわ。あえてのストレートカットいくか。一旦ストレートカットいくか。いや色はね、まあ、一旦変えないけど何色が合うのかなと思って。ダークデニムも俺好きだな。さりげないおしゃれ感。ごめん、いろいろやったけど一旦プラチナブラウンでいこう。いや、わかる。ダークデニムちょっと男の子感が残るよな。それめっちゃいいわ。でもダークデニムってもはや、いや、でもその、もはや気づいてもらえないって言おうとしたけど、もはやその一人よがりさも本質か。いいね。いいじゃん。いいじゃねえかよ。前進むか。ちょっと俺そろそろ行くわ。思い人に、会いに。男にいいってなんだよ。だぁ。そのコメント見過ごせませんね。直ちに家に帰って、家に帰宅しポケモンを学びなさい。発行ジムのジムテストはなんじゃもの番組、え?番組出演者としてこなせるかってこと?かわいいな。僕っ子なのか。僕はなんじゃもジムに、かわいい。なんで俺こんなかわいい顔してんの?映ってる意識が高いのか。企画名大丈夫これ。何らかのそれに反してない。かわいい。かわいいな。てか、このなんか髪色とカラフルさといい、インフルエンサーといい、割となんか嫌いじゃねえわ。その、数字に対するがめつさも含めてマッチしてやがる。まあ、いっか、じゃあもう、ジェントルさん、講師、ジェントルさん発見。すごいぞ、かっこいいぞ、ふはははは。じゃあ、次のかくれんぼを始める前にテコ入れとして、僕のファンと戦ってもらうよ。怪獣ま、やってしまいましたな、ゲーフリさん。インターネットアイドルであるなんじゃもさんの視聴者が怪獣マニアであるっていうのは、これまさかそういう押し付け的表現でございますか。ジェントルさん2回目発見。できるぞ。さすがだぞ。ホラビアバーストストリーム。じゃあ、次のかくれんぼを始める前にテコイルとしてまたもや戦ってもらうよ。怪獣。やってしまいましたな、ゲーフリさん。大丈夫そう?あ、大丈夫だよ。お、いいね、ちょっとクザ。なんじゃもが人気者とコラボしたいらしいから、ちょっとコラボしてやってくれよ。あいつのリスナーマジ終わってるぞ。気をつけろ、マジで。マジ DM とか超来るから。ほんと荒らされないように。オッケーオッケー、フォロワーだけにしとくわ。DM 送れんの。オッケーオッケーオッケー。うん。
ちょっとさ、一つの仮説なんだけどさ、もしかしてさ、あのなんじゃもってさ、実はその元々はなんかオタクっ子みたいな感じで、でもその動画を始めることによって、そのなんか承認欲求みたいなものが満たされてキラキラした感じになってるけど、そのなんかにじみが不比みたいなところに出てるっていう感じがあんのかな。言葉遣い的にもそういうキャラって俺なんか割と好きなんだよな。見方によってはすごく夢があるっていう風にも捉えられるし、スポットライトが当たったことによって変われるという風な風にも捉えられるし、それでいてそのなんか親近感みたいな部分も演出されたりするし、ド偏見だけどおばあちゃんこそド願望な。それはド偏見じゃなくて、皆の者準備はいい？いい？なんじゃもってこれさ、すげえ可愛いけど、すっぴん？これ。あ、可愛い！この顔クソ可愛いな、さすがに。めちゃくちゃ眉毛つり上がってる。んで、んで、んで。コーシー、今のお気持ちをどうぞ。頑張ります、絶対勝つ。不安です、頑張ります。見たい、見たい。あ、エレキンが5000円送ってる。あ、エレキン氏、ありがとう。お、イチナさん、スーパーチャット、ありがとんじゃもん。おい、なんじゃもん。待って、俺のスーパーチャットの読み方教えてやるよ、なんじゃもん。指導してやる。お前ら、イチナさん、5000円スーパーチャット、ありがとうな。こうやって読むんだよ、なんじゃもん。わかったか。EX ココスさん、スーパーチャット、5000円、ありがぱーう。こうやってな、なんかただ読むだけじゃなくて、自分の持ちネタみたいなものをね、披露して、これで読んでくれたら嬉しいなっていう気持ちにさせないといけないから。お前ら、スーパーチャット、ありがとうな。面倒くさいから、まとめて済まさせていただくぜ。この時のために私は、お前らっていう複数形でお前らを呼んでるんだ。これなら、この呼び方なら、2、3個が1回でまとめて済むからな。待って、この動きをちょっと目に焼き付けときたいな。このね、俺は普段だったら袖になんかその注目するんですけど、なんじゃもは袖というよりかはこのお腹だよね。要はね、お腹というかあの服の膨らみが特にいいっすよね。うわ、めちゃくちゃいいじゃねえか。あと首元がさ、分厚いのにもかかわらず前が開いてるっていうデザインいいよね。普通に分厚い系って結構首元隠すやつに多いんだけど、ここはちょっとどう出すか。なんじゃもさん、こちらの動画を出させていただきます。一体どのような対策法をお持ちなのでしょうか。私め、ここでマットショットを押しても良いのですが、一度、あくびの方を押させていただきます。あ、なるほど、あやぴかで。確かにそちらワンチャンありますが、動画攻撃が低く耐久が高いポケモンですので、もし混乱をしたとしても、そんなに痛手にはならないかと思います。たたりめは実は混乱は状態以上ではないので、ダメージ補正が乗らないのですが、残りのポケモンラス1ということなんですが、もう一度毒菱の方を任せていただきます。にちゃにちゃ。そういえばなんじゃもさんの、なんじゃもさんに5万円スパチャしていた視聴者さんのブログを見に行かせていただいたのですが、どうやら過去にラティアスクチート構築のポケモン構築ブログを上げていることが確認されました。ジムのバッジ4個持ってるとレベル40までのポケモンが捕まえやすくなるし、言うことも聞くぞ。え、てかさ、待って待って、今目閉じてる時に、いや、さすがに俺のキモい深読みか。ちょっとさ、二重幅の感じがさ、浮いてる気がしたからさ、ワンチャン、いや、それは、キモいディテールか。映えそうな写真のお礼に、わざまもあげちゃうよん。ほんと、確かに、うっこさん、髪伸びてんな。ああ、伸ば、おしゃ要素してたな、これ。あ、してたよ。伸ばしたんだっけ。おう。伸びてきた。髪伸びてきた、この数時間で。うわ。使っちゃおっかな。